デンカオ声援カオイチとは、タイの元プロボクサー。元 WBA 世界フライ級王者。元 WBA 世界スーパーフライ級暫定王者。デンカオ声援クラティンデンジム、デンカオ声援シンワンチャーとも表記される。2007年11月4日の試合は、デンカオ声援カオイチとの名で行われた。また2008年12月31日の試合は、デンカオさんシンワンチャー。 2009年5月26日の試合は、デンカオさんクレイティンディ・アンギムの名で行われた。WBA 公式記録上は、デンカオさんケイビッチットの選手名が一貫して使われている。本名は、ステープワンムク。台南部出身のムスリム。1996年11月28日、プロデビュー。そのデビュー戦で、パワフライオー座決定戦に出場。 メルヴィン・マグラモと対戦し、12回判定勝ち、王座獲得に成功。この王座は2002年8月に返上するまで18度の防衛に成功した。2002年10月13日、世界初挑戦。WBA 世界フライ級王者、エリック・モレルに挑んだが、11回 TKO 負け、プロ初黒星を喫した。2003年11月25日、 パバフライ級暫定王座決定戦出場。ジャック・メルギザールと対戦し、3回 TKO 勝ちを、収め1年3ヶ月ぶりのパバ王座帰り先に、成功した。初防衛後の2004年4月、正規王者、ロリー・ル・ナスの王座返上に伴い、正規王者昇格。その後、暫定王座獲得からの防衛回数を16まで伸ばす。2007年11月4日、 5年ぶりの世界、再挑戦。埼玉スーパーアリーナで、WBA 世界フライ級王者、坂田武史に挑むが、ホールディングによる減点もあり、三者三様の12回判定引き分けに、終わり、王座獲得に失敗した。2008年3月21日、アブコフライ級王座決定戦出場。レイオライスと対戦し、3回小勝ち。王座獲得に成功。 2008年10月17日、パバフライ級暫定王座決定戦出場。デニス・ファンティラノと対戦し、2回小勝ち。王座帰り先に成功した。2008年12月31日、広島サンプラザホールで、WBA 世界フライ級王者、坂田武史と再戦。電化を制の小勝ちとなり、世界王座ダッシしを果たした。2009年5月26日、 ウッタラディット県のセントラルスタジアムで、久高博之と対戦。12回2から1の判定勝ちで初防衛に成功した。2009年10月6日、大阪市中央体育館で亀田大輝と対戦。判定の結果は2から0で2度目の防衛に成功した。2010年2月7日、神戸ワールド記念ホールで亀田大輝と再戦したが、2度の減点もあり。 0から3の12回判定負け。3度目の防衛に失敗し王座から陥落した。2010年4月19日、パバフライ級王者、レイ・ミグレノに挑戦。10回負傷判定勝ちを収め王座返り先に成功した。5月8日には、スーパー王座認定を受け、パバフライ級スーパー王者になった。2010年10月2日、パナマシティのアレナ・ロベルト・デュランで、 WBA 世界フライ級暫定王者、ルイス・コンセプシオンに挑戦したが、初回に3度のダウンを奪われ最後は、左アッパーが当たり失神。1分30秒 TKO 負けで1年振りの王座帰り先に失敗した。スーパーフライ級に転向。2011年1月24日、サムトソン・クラーム県のバーンカンテイクで、パバスーパーフライ級暫定王座決定戦に出場し、 ユディアリマを9回1分32秒 TKO で下し、パバスーパーフライ級暫定王座を獲得。同年3月には、スーパー王座認定を受け、パバスーパーフライ級スーパー王者となった。2011年3月22日、ナコオンサワンケンパユハキーリー軍で、パンカシラバンと対戦し、2回小勝ちを収め初防衛に成功した。2011年6月21日、 バンコクのバンコク大学トンブリーキャンパスでヘンドリック・バロンサイと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した2011年10月17日バンコクのクルンテープトンブリー大学でエディソン・バーウェラと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した2012年1月24日 ロップリー県の陸軍幼稚園でロニーレックス・ダロットと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め4度目の防衛に成功した。2012年4月2日、ウッタラディット県でリノークルと対戦し、3回 TKO 勝ちを収め5度目の防衛に成功した。2012年7月24日、チエンライ県でロデル・クイラトンと対戦し、12回3から0の 判定勝ちを収め6度目の防衛に成功した。2012年11月13日、アユタヤ県のアユタヤパークでロデルテ・ハレスと対戦し、3回 TKO 勝ちを収め7度目の防衛に成功した。2013年1月4日、バンコクのクルンテープトンブリ大学でガリス・サントと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め、8度目の防衛戦に成功した。 2013年3月19日、バンコクのバンコク大学トンブリーキャンパスで、堤英二と対戦し、12回2分58秒、TKO 勝ちを収め9度目の防衛に成功した。2013年5月28日、スラートターニー県でイチャルトビダと対戦し、12回、TKO 勝ちを収め10度目の防衛に成功した。2013年9月3日、当初は、 同年8月23日に、バンコクにある、サイアムパークシティで予定され、自身の体調不良を理由に延期となっていた元、WBA 世界、スーパーフライ級王者名城信夫との WBA、世界スーパーフライ級暫定王座決定戦を、ナコンラーチャシーマーケンにある、スラナリー工科大学で行い、12回2から1の判定勝ちを収め暫定ながら2階級制覇に成功した。 2013年12月19日、WBA が、リボリオソリスの王座剥奪に伴い WBA、世界スーパーフライ級暫定王者の殿下をせん、カオイチットと、元 WBA 世界、スーパーフライ級王者の河野公平との間で、WBA 世界スーパーフライ級王座決定戦を行うよう指令を出した。二千十三年十二月十七日、WBA は、 電化汚染限カオイチットと、河野公平の間で行われる WBA 世界スーパーフライ級王座決定戦を2014年3月26日に行うと発表した。2014年3月26日、河楽園ホールにいて、元 WBA 世界スーパーフライ級王者で、WBA 世界スーパーフライ級2位の河野公平と WBA 世界スーパーフライ級王座。 決定戦を行い、8回50秒小負けを喫し、正規体幹に失敗、電化汚染が6ヶ月保持していた暫定王座から陥落した。2014年7月4日、ピチット県のピチットスタジアムで、ガスパー、アンポロとバンタム級契約6回戦を行い、3から0の判定勝ちを収め再起に成功した。2014年9月5日、国立代々木競技場第二体育館で、 日本スーパーフライ級8位の松本亮とバンタム級契約8回戦を行い2回32秒小負けを喫した2015年10月2日シティオブシドニーのサバーブであるアレクサンドリアのペリーパークにあるアレクサンドリアバスケットボールスタジアムでパワースーパーバンタム級スーパー王者テレンス・ジョン・ドヘニーと対戦し5回 TKO 負けを キッシパバ王座の3階級制覇に失敗した。2016年4月3日、エディオンアリーナ大阪第二競技場で、アプブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級11位の田中和樹と 54.7kg 契約8回戦を行い、2回1分53秒小負けを、キッシュ、上日のドヘニー戦、以来5ヶ月ぶりとなる試合に敗れたデンカオセインは、試合後に引退を表明した。 2016年10月22日、飼い犬のことで長い間争っていた近所に住む女二人に頭と左手を刀で切りつけられて、左手は指が切断寸前の大怪我を負った。ありがとうございます。